カ西達彦は、日本の外交官、ロシア経済研究者。日本国際問題研究所ロシア研究センター、主任研究員や、一橋大学大学院社会学研究科客員、教授等を経て、中華ザフスタン特命全権大使。長崎県出身。1974年長崎、県立大村高等学校卒業。1978年に、 長崎大学経済学部貿易学科卒業後、外務省に入省し、イギリス陸軍学校をロシア語学科や、モスクワ大学でロシア語研修を受けた。ロシアの経済移行の研究などを行い、1996年には、バーミンガム大学ロシア東欧研究センターで、論文ザ、ストラクチャーオブザ・デュアル・マネー・フローインザ・フォーマー・ソビエト、エコノミーサブスクエント・インフレーション。 アップ21992により社会学修士の学位を取得。2002年日本国際問題研究所、ロシア研究センター主任研究員兼、研究調整部長に就任。2003年、一橋大学大学院社会医学研究科地球、社会研究専攻客員教授、九州大学客員教授。2005年在カザフスタ日本国大使館伊藤書記官。 在キルギス共和国日本国大使館臨時代理大使。2008年欧州復興開発銀行日本、代表理事代理、ビシュケク人文大学名誉博士。2011年在英国日本国大使館一等書記官。同年外務省欧州局ロシア化、上席専門官係日露経済室長。2012年外務省欧州局ロシア化企画官係、日露経済室長。 2013年外務省大臣官房文化交流、海外広報課国際文化協力室長。2014年ウラジオストク総領事。2018年中カザフスタン特命全権大使。ABCD 在ウラジオストク日本国総領事による知事表敬訪問等について島根県。トピックス平成24年度、長崎県立大村高等学校 ABC。 研究スタッフ日本国際問題研究所 ABCD 加西達彦客員教授一橋大学大学院社会学研究科 ABCD 加西総領事役歴地球社会研究専攻一橋大学大学院社会学研究科人事外務省日本経済新聞ありがとうございます